こんにちは、ようくん松村チャンネルです。本日は愛知県豊田市、名鉄豊田市駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。もうトヨタといえば誰もが知る車の企業城下町で有名ですよね。ではどんな町か早速見ていきましょう。まずはカメラを回して右側西口から行きます。西口は繁華街方向とは反対側の出口。しかしどうでしょう、かなり整ってますよね。ペデストリアンデッキでしっかりと整備されてます。こちら白い建物、ティーフェイスという複合商業施設です。お隣には別館があり、なかなか規模が大きいですよね。裏側から見たらこんな感じで、さっきの西口から出てこのデッキはどこまで続いているかと言いますと、こちら愛知環状線の駅、新豊田駅まで続いてます。愛知環状線は岡崎から構造寺駅を結び、路線上にはねトヨタの工場本社もあります。後にそちらもね見ていこうと思います。どうでしょう、豊田市駅の西口の街の作りがなんとなく分かった感じがしませんか。デッキから見下ろす通りも高い建物で埋め尽くされてます。しかしね、繁華街の東口はそれをさらに上回って栄えてますので、ぜひお楽しみに。こちらの映像は新豊田駅西口。こっちは繁華街よりはマンションや住宅街、一部オフィスビルもありますが、落ち着いたエリアの印象を受けます。駅前に黄色の看板、味仙の看板を発見しました。せっかく名古屋近郊に来たので、ここで食事をしました。名古屋名物の台湾ラーメンと、こちらはね、おかず、また小ライスを頼んだのに、このボリュームですよ。いや、食べ応えがありましたね。とても美味しかったです。では、豊田市駅繁華街方面の東口の様子を今度は見ていきます。さあ、東口、駅を出て左側方向から移していきます。茶色の建物、ギャザという複合商業施設。で、お隣の白い建物は、キタラという複合商業施設。で、駅から伸びる通りの様子はこんな感じ。お隣はグレーのガラス張りの高層ビル。いや、めっちゃでかいですね。こちらはトヨタ3号館といいまして、複合商業施設や他、図書館、能楽堂、コンサート施設などが入居しているとのこと。ビルの近くまで行くとね、さすが車の街ですよね。レーシングのポスターも貼られてます。車がね、あんまり僕詳しいわけではないので、詳しくね説明できないですが、まあこんな感じですってことで伝えてみました。デッキから見下ろした映像もどうでしょうか。豊田市駅周辺結構都会ですよね。これから街を歩くとさらにトヨタの魅力がわかるので、ぜひお楽しみにしててください。またトヨタは名古屋グランパスのホームタウンです。自動車だけではありません。ではデッキを降りて駅東口から伸びる通りをまっすぐ歩いていきます。トヨタの街は都会でありながら、すごくねゴミゴミしてないのが第一印象でした。駅から伸びる通りをまっすぐ歩いてますが、途中交差点右手側もこんな感じです。すごくね広くて清潔感がありますよね。でさらに駅から来た通りをまっすぐ歩きます。豊田市は人口約42万人で、名古屋ともね、すごい近いエリアに位置してます。大都市圏でね、この落ち着きはね、なかなか素晴らしいと思います。途中、国道にぶつかりました。通りの様子はこんな感じ。まあ、そこまで特徴的なものはないかもしれないです。まあまあ。で、さらにまっすぐ進んでいくと、そこにはね、素晴らしいものがあります。ほんとね、駅からまっすぐ歩いてる、そんなイメージで大丈夫です。はい、白い大きな橋、豊田大橋があります。すごい立派ですよね。少し方向を変えてみるとこんな感じ。おお、素晴らしいですね。でその橋の向こうにはトヨタスタジアムがあります。陸上競技場でない球技専用スタジアムとしては埼玉スタジアム2002に次ぎ、日本国内で2番目の規模とのことです。すごいですよね。で、あとね、今カメラを回して奥にある橋付近にはこちら豊田市総合体育館と、ほんとね豊田市は施設が綺麗に整ってます。この通りから市街地方向にまっすぐ歩いた先には市役所がありまして、こちらもねすごい立派ですよね。しかも連絡通路もかかってて、建物の規模もねなかなか大きいです。いや、豊田市はね本当に豊かな街なんだなと思いました。
では総合体育館近くの橋を降りて、こちらを左に曲がり、先ほどの国道南方向岡崎方面に歩いていきます。でここで画面の奥に注目してください。なんか立派なお城が建ってますよね。なんだこれはとね、ちょっと近くまで行ってみたら札幌カニ本家豊田城店でした。いや作りがすごい豪華ですよね。なぜこのようなお城テイストな店舗になってるのかね、ちょっと知ってる方がいたらぜひコメント欄で教えてください。で札幌カニ本家のお隣にはイオンがあります。この辺りはロードサイドショップがすごい充実してて、奥にはね綺麗な住宅街もあって、ほんと住みやすそうな街だなと思いました。普段こういう国道沿いは動画でやらないですが、トヨタの郊外を歩いてたらすごい魅力的に感じて思わず撮影をしてしまいました。では簡単に豊田市駅周辺を散策しまして、豊田市駅の奥にある動画の前半で紹介した新豊田市駅に行きます。そして自動車トヨタの本社工場がある三河豊田駅まで愛知環状線で行きます。さっき歩いた国道をまっすぐ岡崎方面に歩いても行けますが、せっかくなので鉄道で行くことにしました。余談ですが、個人的な印象として JR 東海、愛知環状線、名鉄もね、全部ではないですが比較的ボックスシートの席が多かったです。東京近郊だとベンチシートがほとんどなので、名古屋圏ってね、なかなか通勤通学も快適なんだなとね、ちょっと羨ましい気分になりました。はい、三河豊田駅に到着しました。ちなみに三河とは愛知県東部あたりを指す地名です。この駅からはトヨタの本社工場に通われる方が乗り降りする駅かと思います。駅のホームから見る街の様子はこんな感じで、この反対側がトヨタの工場本社があるエリアです。ちなみに豊田市はもともと衣市でしたが、トヨタ自動車が成長してからは創業者の豊田さんの名字から豊田市になったとの情報です。でこの道をまっすぐ歩き左側に曲がると、でこちらがトヨタ本社の工場の入り口あたりかな。もう敷地内もねめっちゃ広いです。こちらの道路を挟んで反対側にはトヨタ自動車技術本館、素晴らしいビルですよね。近隣にもたくさんのビル群が建っており、トヨタの会社の凄さを感じさせられます。ちなみに今映像で映したビルの右隣にはトヨタ会館という施設があります。何でも車の展示等を見られる施設みたいです。しかしね、 YouTube 目的の撮影は NG でした。皆さん気になったらぜひ足を運んでみてください。とりあえずトヨタ会館の下にあるスタバでゆっくりコーヒーを飲みました。以上、豊田市駅周辺を散策する動画でお送りしました。こんなテイストで全国の街を散策するので、気になったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。